ナビゲーターのスケジュールは、きちんと予定を立てないと仕事がめちゃくちゃになるかもよ。早起きだね。巨像の整備でもする？たまには休憩しないとね。ハンモックに横になるとか。深夜は計算と製図にもってこいだね。あとはインスピレーションさえ湧いてくれれば。駆動装置はパワードスーツの要だからね。動力源、変換効率、構造、トランスミッション、よく考えないと。ほんと複雑。空の末裔の中に科学者がいるの？じゃなきゃこんなすごい巨像のメンテできないよね。あれ？何か変なこと言った？空の末裔のものってどれもこれも神秘的すぎだよ。系統の正面図を描いてみたらさ、丸一日かかっても終わらなかった。当然製図だって絵画だよ。バイスの言うことが正しい。でも絵よりいいのは評価基準がはっきりしてることだね。一番正確に描いた人の勝ちだから。パワードスーツは戦闘だけじゃなくて探索とか掘削とか、あとは建設現場でも活躍するんだ。将来の蛍光連邦に欠かせない装備の一つだよ。ナビゲーター、設計図を読み直してみたの。前の計算は間違ってたけど今度は大丈夫だと思う。すぐに完璧なパワードスーツができそう。製図してみたい？我が家に代々伝わるコンパスと定規があるよ。すごく使いやすいんだ。バイスに貸してって言われたこともあるけど、貸したことないんだよね。ナビゲーター、巨像のオーバーホールはやらないの？何か装置を追加するとかは？大丈夫、工学のことならいろいろ手伝えるから。このパワードスーツもそろそろ寿命かも。空の末裔の特別な修理技術とかないかな？いろんなところに行ったことがあるんだってね。珍しい素材はなかった？例えば北極の緑鉱石とか、 RW 砂漠のサンドワームの血とか。科学者は大事な人材なんだよ。パワードスーツのエンジンと同じ組織の魂だから。マラソンと水泳って誰が発明したの？あんな運動、設計図のミスと同じようなものだよ。あっちゃいけないやつ。パワードスーツの中で昼寝しよっかな。どうせ誰もいないし。あ、その、別にサボってないから。工学の問題なら任せてくれてもいいけど、それ以外は記録係ぐらいしかできないよ。アドバイスもろくにできないけど、本当にそれでいいの？トンネル工事の現場監督をやってるけど、エンジニアでもあるんだ。このパワードスーツが私の作品。でもまだ未完成だから勝手に触らないで。あ、言い忘れてた。私、シエル。技術力が上がったよ。システムのバージョンを上げたよ。構造をアップグレード、パワーアップして元気いっぱいだよ。トンネル掘りなら手伝うよ。スティクス、準備完了。アポロンの矢、発射準備。アポロンの矢、発射。アポロンの矢、全域制射。死角はないよ、発射。全弾装填、発射。チームのエンジンになるよ。ネジ締めぐらいに楽勝だったね。掘ったトンネルから逃げて。白夜極光。蛍光には大陸中のトップクラスの科学者が集まってるの。その指導が受けられるなんて、私幸せ者だよ。RW のメカニックの人たちってほんと不思議でさ、科学の彼女も知らないくせに経験で直せちゃうんだよね。
啓明の光のために絶対にパワードスーツを完成させてみせる。暗鬼の体の構造ってまるで精密な機械なんだよね。一体誰が作ったんだろう。ガルー室長がいなかったら私はまだ設計図で悩んでてパワードスーツのネジすらできてなかったかも。列車の扱いや運転ならカロン長官は天才だけど普段はちょっとまあ慣れればいいんだよね。私の IQ が10倍になってもハンモックほど気持ちのいいものは発明できそうにないな。パワードスーツ作りがなければ毎日20時間ぐらい揺られてたい。みんなの前で人をからかうようなやつは精錬炉に叩き込んでやりたい。構造もシステム設計も材料も今の技術をはるかに超えてる。どんな天才が設計したんだろう。部屋の中に置いておくね。ありがとう。どうやってお返ししようかな。わあ、これもらっていくね。嬉しい。あなたにもパワードスーツ作ってあげようか。両足部分、実は上とセットじゃないの。失敗作の一部なんだ。両親は普通の労働者だけど私がエンジニアになること応援してくれたんだ。きっと正しかったよね。私が変な遊び心を出してなかったら完璧なパワードスーツがとっくにできてたかも。